今回も、手首を捉えた時のチンナちょっとやってみたいと思います。今度右手を左手で捕まえながらですね、まず手を突き刺す、手首を緩めて下にして、まず相手が力が入りやすい状態から力が入りにくい状態にまず持っていきますね。まず肘を下ろす、で手首を取って上から倒せるように落とします。じゃあ、まあ、注意点ですが、手首を捕まえられた場合ここ入る、このままでやるともちろんパンチが、まあ、相手が蹴りもパンチもやりやすい状態になるので、まず相手を崩しながら相手の近くに攻撃しにくいところに入ります。手のひらを見るようにして入っていくんですが、これも相手に打たれやすいこの位置であろうとすると打たれやすい上に技はかかりにくくなるので相手にくっついていきます。でこれで相手が体が崩れるので、これで崩します。と相手にひっつく、崩しながら必ずしも捕まえているときは、捕まえているだけとは限らないので、そこも注意しましょう。で同じ場所を取られて、途中まで同じなんですが、今度は上まで上げて後ろに行かずに前に、これも途中まで同じで、まず力が入らないようにまず体を壊してください。で腕を手首を振って肘が出てくるように、もうちょっと、で先ほどは取るから後ろに手首を入れて後ろに落としましたが、じゃあ例えば同じ形ですか、手じゃなくて首、まあ、胸ぐらとかですね、構えられますが、これも同じように踏み入れたら形は同じ。力がガチに入らないところにひねる、で上からかかり、そのままひねろうとすると相手の力が強いので力の入りにくいところに体を使って崩します。で、これも同じように、先ほどと同じように縦に持っていきます。でも準備は先ほどと一緒ですね、手首を取って肘が出てくる方向に、まあ、形は、相手の崩れる形は同じですが、やってることは同じですね。腕を取って肘が、手首をコントロールして肘が出てくる方向、まあ、場所は違うんですが、原理は同じに